ガチ点。もう絶対これやりたくなりますさあこちらお天気番組なんだからこんなコーナーがあってもいいんじゃない、気象予報士を目指すためというよりはより気象のことを知って身近に感じていただきたいなということでこちらガチ点のコーナーがあります先ほどの具志堅さんとは違いますね。ちょっと曲げますからはい、今日はですね、毎週土曜日はウェザーニュースタッチの方で空ミッション行っております。この空ミッションからのクイズというのを行っていこうかなと思います。ではもう早速ですけれどもちょっと問題の方を見ていきましょうか。はい、もう参加したよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、空ボタンでオープンしていこうと思います。はい、こちらです。はい、今回はこのリポートですね。御神渡りは何が続くと現れやすいですか。はい、お、参加しました。こちら長野県の諏訪湖の写真です。まず御神渡りっていうのを初めて聞いたっていう方もね、結構いらっしゃると思うんですけれども、皆さん聞いたことありますか。結構ニコ生でお、初めてっていう声いただいてますね。御神渡り、面白い現象になっています。そのちょっと知らないよって方は想像でその解説も含めて後ほどちょっと予報センターに、はい、していただこうかなというふうに思いますので、ちょっとどんな感じか分かんないなって方は見て想像していただきたい。あ、諏訪出身ですよっていう方も結構いらっしゃいますね。はい、うんうん、横生さんでもいる。はい、これ今年っていただいてますが、こちらはこのリポートは2013年のものですね。はい、あ、諏訪出身の方ね結構いらっしゃいますね。あー、やりたいな私も中継。うん、あ、知ってただけに外したのがショック。あー、悔しいですね。お、どうします。あ、じゃあお見渡りの説明だけはいさせていただきます。はい、ここでお見渡りの説明だけさせていただきます。お見渡りとは冬に湖面が張った氷の一部が裂けてまた凍ることを繰り返すことでこう盛り上がった氷の堤防のようなものができます。この真ん中がちょっともっこりしてますよね。でこの現象のことをお見渡りというふうに言います。はい、わかりました。そうですね、そうなんです。湖面が割れて凍っていを繰り返す、はい、裂けてまた凍ることを繰り返すことでできております。さあ1分前でいきましょうか。さあどうですか皆さん。お、黄色かなという声などもいただいてますが、1分前です。お、どうかなどうかな、どんちきばかりで拾えるコメントがなくなる最近あるあるですね。お、どうかな、あ、氷が裂けるからねと。そうですね、うんうんきっと白だよ、白ないよなんや、はい、裂け目がポイントですよね。うんうん、あ、お見渡りの音聞いてみたいね。バキバキバキって言うんでしたっけ、ありますよねあ、この氷結構美味しそうな感じしますね、うんうん、いい氷な感じですけれども、さあ1-0終了です。ディーンお見当たりの音、おみおみおみよって言わないから絶対聞いてみたいわ。さあさあ集計していきますけれども、では風船上げていきましょうか。どうでしょう、何が多いかな。お、赤、朝晩が寒い日、
というのが今一番上がっております。はい、人数ではこちらですね。いかがでしたか？お、当たってた。赤なのか。ですよね。俺も赤といただいてます。やったね。ということなんですけれども、正解はこちら、じゃらん、赤。当たった皆さん、おめでとうございます。はい、なぜでもそもそもね、こう朝晩が寒い日続くと現れやすいのか、これ気になりますね。はい、さあではですね、こちらの空ミッションがオープンしていたということで、ちょっと見ていこうかなと思います。はい、ウェザーニュースタッチです。ウェザーニュースが出しているアプリ、ウェザーニュースタッチ見ていきましょう。こちら右上に鳥が羽ばたいているボタンがあります。はい、こちらに今答えが出てますね。第も97回になりますか、空読みクイズ。こちらの方にも解説は載っております。結構皆さん 61% の方正解してたみたいなんですが、この解説こう詳しくいろいろ書かれているんですけれども、やっぱりね、ちょっと見るのつらいな字がちょっと読むのつらいな、そんな私のために、あなたのために予報センターが解説してくださいます。ではお呼びいたしましょう。永井さん、読んでくださいそんなこと言わないでください投げないで、ポイしないではい、永井先生、はい、実際にこう解説っていうのをしていただきたいと思うんですけれども、はいはい、こちらお見渡りという現象があるんですよね。はい、もう一度ですね、リポート見ていきたいと思いますけれども、はい、こちらの写真ですね、2013年の1月23日にウェザーリポート届いたものです。はい、私も見てみたいなと思いますけれども、お見渡りというのはこの、これ諏訪湖ですね、はい、諏訪湖がもうほぼ全面結氷しているような状況で、割れ目が裂け目ができてこう盛り上がっているんですけれども、はい、これがこうビシッと道のように、お、盛り上がってるところが、はい、残してるのがもうずっと続いてるって感じですか？続いてるという状況ですね。でこれがですね、諏訪湖です。地図、これがですね、こちらが上諏訪駅、こちら下諏訪駅がありますけれども、はい、この上諏訪方面から、はい、まあ、南の方から北の方にビシーって入ることが、多いらしいんですけれども、上諏訪方面に、はい、まあ、あの諏訪神社の神社っていうのがあって、うんうんうん、男の神様、竹みな方の御事、お、竹みな方の御事ちょっと早口言葉で言えなくていい感じですね、はい、竹みな方の御事がですね、はい、下諏訪方面にいらっしゃいます女性の神様、八坂止めの御事、八坂止めの御事はい、に会いに行った足音であると、デートの後、そうだね、ああ、うん、ということで、まあ、あの七夕みたいな感じではありますけれども、うん、まあ、七夕みたいに会える年会えない年とあるってことだよね、うん、はい、というあの言い伝えがある、現象でございます。どうやってできるかというところなんですけれども、はい、仕組みはこんな感じ、はい、まずですね、まあ、真冬すごく寒くなっていきます、うん、朝晩特に冷え込んでいく、気温がマイナス10度近くまで冷え込むという日が、はい、まあ、1週間ぐらい数日続きますと、湖の氷が、まあ、ほぼ全面結氷していくんですけれども、冷え込めば冷え込むほどですね、氷の体積が縮む、はい、氷ってあの水って氷になるときちょっと体積増えますよね、はい、でさらに低くなっていくと、うん、どんどん氷点下5度10度と下がっていくと、はい、今度体積が縮んでいくと、
はい、どれくらい縮むかっていうと、これちょっとね例えばの例のスケールがちょっとでかいんですけども、はい、10km の、あ、ごめんなさい、はい、10km のですね、氷の柱があったとします。はい、10km、はい、これがですね、気温が5度下がりますと、2.5m 縮みます。へ、何パーセントだっていう感じなんですけれどもまあまあ、あの、こうして、あの、気温が低くなると、はい、体積がちょっと小さくなる、うんうん、そうなると朝晩の冷え込みが厳しければ厳しいほど、氷一旦全面凍ったんですけれども、はい、体積縮んで裂け目ができる、ビキッとひびが入っちゃう。で、はい、夜の間ずっと冷えていますんで、裂け目の水がまた凍ると、はい、薄い氷が張っていきます。これが日中気温が少し上がります、はい、まあ、氷が全部溶けてしまうくらい気温が上がっちゃうと困るんですけれども、はい、まあ、氷点下の中で少し気温が上がっていくと、今度氷、気温が上がれば氷の体積が逆に増えますから、ふわっと、はい、両側からメリ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 と押すことになります。そうすると一旦薄くなっちゃった氷の部分が脆いですよね、はい、なのでバキッと割れてはみ出すと。へー。で、この状態が何度も繰り返される、はい、縮んで薄い氷が張ってバキッと割れる。そうするとまた縮んでいきますけれども、やっぱり脆いところが裂けますよね、うん、脆いところが裂けてまた氷が張ってバキッと繰り返すんですね、はい、というのを何日か繰り返すことで、氷の盛り上がった部分が道のようにできていくということなんですね、うんうん、そうか、一度ではならないんですね。一度ではならない、何日か続けるってことですよね。はい、はい、でですね、まあ、あの、暖冬の年とかは、あの、マイナス10度まで冷え込む日が少ないっていうことになると、全面的にね、あの、広い範囲が氷が張るっていうことがなかなかなくて、御神渡りが見られないとか、はい、あと、日中の気温がずっと寒い、逆にずっと寒いまんまだったら、はい、あまりこの膨張収縮膨張収縮という変化が、少ないので起きにくいということも言えます、うん、なので空読みクイズの方も昼間も寒いとできにくい、はい、朝晩が寒さ厳しくて昼間はある程度気温が上がるっていうことが条件に必要ということになっているわけですね。見てみたい、見てみたい ね、 ね、こう面白いのが、うん、はい、反対にあんまりなんないんですよね、行く方向としては。そうですね、もう地形とかがあるんでしょうね、固定のね、うんうんうん、でですね、はい、これ毎年現れるものではありません、というか現れる年の方が少ないくらいなんですけれども。本当ですか。はい、こちらもサイトに載っておりますが、はい、ここ数年で見てみると一番最近のものが2013年、リポートが届いていたのが1月23日なんですけれども、はい、25日に、神社や、市役所 の役場ですかね、はい、あの、認定式ってあるんですよね、あれ、御神渡りが発生すると認定されないとならないんだ、はい、そう、その、式が行われた日が、記録として残っていきます。御神渡り宣言、宣言、なるほど。で、去年一昨年は発生残念ながらしておりませんと、こう道現れたかもしれないけど認定されなかったみたいな感じなんですね、うん、そうですね、多少現れたというね年もあるのかもしれないんですけども、このなしっていう日のね、はい、あの年もね、うん、なのですが、なかなか、発生、認定されておらずですね、はい、1992年から、全部で10年間発生が見られなかった。10年もですか。うん、あ、違うか、98年に一度見られてますか。なので6年間ですね、97年までの6年間発生していないと。いやー、でも長いですよ、6年って言ったら、ね、ということで今年はどうなんだというところなんですけれども、うん、はい、今年の気温の変化見てみたいと思います、はい、その前にですね、この御神渡りが見られた2013年、
この時の気温の変化見てみましょう。はい、はい、こちら2013年の1月の気温なんですけども、青いのが最低気温の変化ですね、はい、この年マイナス10度、こちらマイナス10度ですけれども、はい、長くそのマイナス10度を毎日毎日っていうわけではないんですけれども、1月の初めからまあちょくちょくマイナス10度に行ったりとか近い冷え込みがあって、下旬に1回冷え込む時期あった、また後半にもあったということで発生しております。はい、うん、これに比べて今年なんですけれども、はい、ここ最近冷え込みが強くなってきまして、最低気温マイナス10度くらいまで冷え込んできてるんですよ。おー、これはいけるかっていうところなんですけども、はい、若干1月のねやっぱり中旬までが冷え込みが弱すぎるっていうのがありますよね、うんうんうん、なのでこっからのスタートになってるので、果たして結氷までいけるかどうか、あどうなのかいうところですね。今は氷というか凍ってはいるんですかね。どうなんですかね。どうなんだろう。凍ったっていうリポート自体は来てるらしいんですけれども、はい、氷がね、あの湖凍ってますっていうようなリポート自体は来ているようなんですが、うんうんうん、果たして御神渡りが見られるほども凍るかどうかと、この後いうところですね。あまあ、この先も1週間もちょっと寒い日は続きますけれども、はい、強い寒気の流れ込みというのがちょっと予想されていないと、いない、はい、いうところで、はい、まあ、注目ですね。そうですよね、はい、でも諦めたらそこで試合終了ですよとニコ生の方にも促されてますけど、そうですね、ちょっとねここ1週間くらい結構冷え込む日が多くなってるんで、うん、はい、もしも行けたらいいですね。ですね、大見に行こうかなっていうのもいただいてますけど、ね、こうあの諏訪湖以外でも、はい、こうやっぱり結氷とかってあったりするんですかね。なかなか条件が揃わないと見られないらしいんですね。で、諏訪湖のいいところはですね、はい、いいところ、はい、ですね、湖が結構大きすぎない、あちょうどいいんですかね、はい、大きすぎず小さすぎず、でしかも氷のあじゃあここあ湖の形が比較的こう丸い円に近いと、うんうんうん、で水深が浅い、へ水深が深いと、うん、湖のお水の中でも結構温度差が上と下でできちゃって対流とかしちゃうので、うんうん、氷が全面に張りにくいですよね、うんうんうん、浅い方が張りやすい氷がっていうのがありますよね。そうなんですね、うん、でしかもある場所がやっぱり長野県っていう場所は朝晩冷え込みやすいですよね。この内陸で標高も高くて盆地になっていると、うんはい、もう朝晩冷え込んで日中はそこそこ気温が上がるっていう、もうまさに典型的な場所にあるということも、条件として揃っているようなんですね。あ面白いですね。結構条件って多いんですね。うん、そうですね。あニコラマさん北海道とかもありそうだがっていただいてるんですが、それちゃこの方では屈斜路湖でも行うというかなると、はい、北海道の屈斜路湖も同じように御神渡りのような、うん、現象が見られるそうです。なかなかないんですね。これだけでも湖っていうのも何百とあると思うんですけれども、ね、うん、これね、うん、猪苗代湖とかね丸いけど、ね、起きないのかなとかあでもこ地図で見えると大きすぎるんちゃいますね。え、うん、こんなちっちゃいもんね、そこ見えなくなっちゃいますもん ねそうですよね。はい、ということで、結構厳しい条件で発生する現象でございます。そうか、これは、はい、見たい見たいねですね。あ旅行がてらでいいですね。温泉とか美味しいし、うんうんうん、酒とか飲みながら見るっていうのも最高ですね、うん、温泉ねお酒ねちょっと想像したら楽しくなりますね
酒もあるよって言ってるよ。あ、もちろんそのメインはやっぱりちゃんとね結氷してるっていうところだと思うんですけど。あ、酒じゃなくて。あ、違います、違います。そうですね。そうか、でもちょっと寒気がね、強い寒気がやってこないっていうのが、あとどうなるかですよね。そうですね、まあ期待しましょう。はいですね、リポートが届かないかちょっと待っていたいなと思います。はい、はい、永井さんどうもありがとうございました。はい、永井さんに解説の方をしていただきました。いや、やっぱりこうね、こう見るのもいいんですけれども、聞いた方が良かったですね。わかりやすかった。しかもさまざまなこう要因がなければ発生しないというのもまた面白いポイントですね。そうか、対流が生まれてしまったらダメなんだとか、ちょっとできるだけ丸い感じ、こう諏訪湖自体は結構四角い感じの形はしてますけれども、でも結構丸い、そういうのもポイントだったりしているんですね。ねえ、神の仕業かっていうのがまた面白いですね。ね、いろんな条件クリアしてようやく見れてる、あ、やっぱり神だなっていうのはちょっと改めて感じたなっていう、そんなところでしたね。以上、ガチ天のコーナーでした。